カリーニン K-7 カリーニン K-7 のクルーたち飛行中のカリーニン K-7 搭載されたミクーリン AM-34 にエンジン K-7 は1930年代のソ連のカリーニン設計局で試作された大型航空機である爆撃機または民間旅客機としての使用を計画し民間輸送機として使うときは巨大で厚い主翼の 中に120人の乗客を乗せるという計画であった。別名は重たい稽古とカーチャ上類。53メートルの翼服の主翼の厚さは2.33メートルもあり乗客は翼の中に収容される。日本のブームで支えられた尾翼を持ち、重量を支えるために巨大な四軸の車輪からなる降着装置を備えていた。 最初は700馬力級の水冷エンジン6発で開発がスタートしたが出力不足のため7個目のエンジンが推進式として翼の中央後方に追加された。1930年から設計が始められ、1933年7月にタキシング試験が行われた。振動に苦しめられたが1933年8月に初飛行した。 11月の飛行中に、尾翼ブームが破損し墜落して15人の乗員が死亡した。さらに2機の製作が始まったが、1935年に計画は中止された。設計者のコンスタンティン・カリーニンが大粛清の犠牲となって1938年に逮捕、処刑されたのに伴い設計局も閉鎖された。ありがとうございます。